夢と現実の狭間、ファイナルファンタジー10実況プレイ。実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。前回の実況ブリッツボールの実況、まあ実況頑張ってやってみたんですけどね、グダグダになってしまいましたが、その続きでですね、100勝、ブリッツボールで100勝しましたので、ここではワッカのラストウェポンですね、最終武器ワールドチャンピオンを入手できるということなのでもらいに来ました。本当はねブリッツボールの商品でもらいたかったんですけど、ブリッツボールの商品で出てこないんじゃないのか、出てくるのかな、よくわかんないんですけどね。あれ、あ、ここじゃねえのか。あ、違えんだ。カフェらしいから、じゃあもう一つのでっかい広場の方かな、ジマルがスカウトできるあの場所かな。待って、どうやって行くんだ。確かここはぐるぐる回るだけだから、このアップから下に行けばいいのかな。いやー、ブリッツボールの実況ね、ちょっと場当たり的にやってみたんですけど全然ダメでしたね。やっぱ思った通り、ただ喋ってるだけになっちゃったな。一応セリフ、言うセリフとかはね決めてやったんですけど、決めといたんですけど、あんまりうまくできなかった。 笑っちゃうな、せっかく頑張ったの。あとカフェってことなんですけど、これかな、カフェって書いてあるもんね。これバーだよね。でもカフェってどれだよ。なんかいっぱいいる。これビルーチャでしょ。これがシューだよね。あ、そうだよね、シューは今一緒に戦ってる仲間だよ。これビルーチャかな。あ、違うのかな。あれ、くれませんね。てか行けないし。あのバーの人に話しかけるっぽいんじゃないと思ったんだけど、違うのかな。あれ、ここじゃないのか。カフェでもらえる。ブリッツボールで100勝したら OK なんだよね。カフェってどれ。え、なくね、カフェ。なになに。おーおー、すげー、そういうことか。え、カフェってめちゃめちゃここに書いてあるけどさ、カフェ入れねえじゃん。あれ、こっちじゃねえのか。あ、犬がいる。反応してくれねえや。カフェなんてあったっけか、ルカに。この上はルカシアターだもんね。カフェって何。そんなもんねえだろ。あれ、読み間違えてたかな。カフェじゃねえのか、もしかして人とかかな。ちげえのか。この人がウェッジか。ウェッジ強えな。この人がビッグス。あと34試合分か。この人は契約を切りたかったんですけどね。あと34試合もあるのか。ちょっ
とワールドチャンピオンどこでもらえるんですか。この人はあ、ルカンの控え室なんだ。ちょっとどこでもらうんですか。ここじゃねえの。カフェ？ここじゃないよね。わかんねえんだけど。カフェ？カフェってどこだよ。いや、これずっとポート流れるだけだもんね、ここは。この人は、あ、この人がゼブロンゾ。この人今フリーなんだ。いや、おかしいな。なんでもらえねえんだ。もしかしてルカシアターの方になんかあるとか。やべ、完全にグダってる動画になった。やられた。カフェなんてねえだろう。あ、この人がザリッツか。お、あれねえし。おお、なんかいっぱい奇怪な動物たちがいっぱいいるぞ。あれ、今大赤屋いなかったか。気のせいかな。ここがルカシアターだよね。残像？全部スフィア化する。欲しい。全部スフィア化する。金には余裕があるんだね。なんかブリッツ、あ、ワールドチャンピオン見つかんないからこっちで楽しもうか。
今見てた建造物も人も全部祈り子様の夢なんですよね。変な感じだよねこれね。すげえなー。そっか、これは全部今まで見てきたムービーなんだね。ではですね、今回はこれで終えたいと思います。ちょっとワールドチャンピオンの場所を探しつつですね、次の動画、最初はワールドチャンピオンがもらえるところでという形にさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。